フィアレスは、イギリス海軍の駆逐艦。F9、キャメルレアード社で建造。1933年3月17日寄港。1934年5月12日浸水。1934年12月22日収益。1940年4月15日、ノルウェーへ向かう、兵員輸送船団の護衛中に、ドイツ潜水艦が存在するとの情報に基づき、駆逐艦。 ブレーズン、トローラーアーミシストと共に捜索に従事。フィアレスは、ボーグスフィオルド内で、ドイツ潜水艦 U49 を発見し、爆雷攻撃を実施。U49 は浮上後ブレーズンの攻撃を受けて、沈没した。1941年7月後半、西からマルタイ戦艦を送る、サブスタンス作戦に参加。7月21日、 H 部隊の一隻として、巡洋戦艦、レナウンや空母、アークロイヤルなどと共に、ジブラルタルより出撃した。7月23日、サルデーニャ島より来襲したイタリア軍の、サボイア・マルケッティ SM ・ SM-79 来撃機のうち3機が、接近して、来撃に成功し、フィアレスと軽巡洋艦、マンチェスターにそれぞれ魚雷一本を命中させた。一方、 フィアレスに魚雷を命中させた SM-79 はその対空砲火により撃墜された。フィアレスは航行不能となり火事は鳥火事の状態で動かず発生した火災は消火不能で自然沈下には5時間かかるものと思われた。火災がひどいことや栄光のために駆逐艦を削くことは適切ではないとの判断から処分が命じられ、フィアレスは駆逐艦。 フォレスターの魚雷で沈められた。フォレスターに収容された後に死亡した者も,も含め、フィアレス乗員は25名が死亡した。ありがとうございます。